連武館は1951年に設立された日本の空手道場。防具付き空手により空手を競技化し、全日本空手道連盟に発展したが、現在は複数の会派や連盟に分派、独立している。半武士館の防具付き空手を受け継ぐ無流派主義の道場であり、全日本空手道連盟を結成するなど、 様々な流派と団結し全国に支部を展開したが、現在は全日本空手道連盟連部会や、全日本公式空手道連盟、国際防具付け空手道連盟などに分派、独立している。空手界の最初の全国大会である全国、空手道選手権大会を防具付き空手で主催するなど、空手道の競技化の先駆けとなった。 金城博士の主導により組手稽古に防具付き空手を採用した半武士館が1949年に閉鎖されると後継道場が1951年渋谷区氷川町の温子学会内に設立されたこれが連武館である連武館は実業家の際長道からの支援体制を確立し防具付き空手による空手道の競技化に成功 1954年12月、協立行動において、空手会最初の全国大会である全国空手道選手権大会を主催。この成功により1959年には流派を超えた組織全日本空手道連盟を設立。連部官の師範裸の師である遠山博志県の修道官を総本部として迎え、会長に最大の支援者であった。 蔡長道、副会長に、小西康弘、金城博士、ともに、大塚博則、山田達夫、義馬新勤など、当時の空手会重鎮多数が就任し、空手会の大同団結の流れを作った。しかし現在の寸止めルールによる、全日本空手道連盟が結成されると、全日本空手道連盟はその名称を譲り、全日本空手道連盟連部会として、 全空連の防具付き空手を統括する協力団体として存続することとなった。また、連部館の各支部のうち、東京の本部道場が1981年に連部会を脱退して、全日本公式空手道連盟の発足に参画。1999年には、全日本空手道連盟連部会連部館、埼玉支部が連部会から分派、独立して、 国際防具付け空手道連盟が結成されるなど、現在連部館は、複数の会派や連盟に分かれている。現在、連部館の流れを受け継ぐ道場や団体には、以下のものがある。連部会の全国防具付け空手道選手権、大会防具付き空手ルールによる、全日本空手道連盟の協力団体。現在は、第4代目会長に、第1回、 第2回全国空手道選手権大会優勝のスカ、信之が務め、昭和29年から始まった全国空手道選手権大会を全国防具付けから手道選手権大会として現在まで主催し続けている。組手競技ルールは防具にストロングマンを採用した技あり二つ選手で一本となる一本勝負で打撃強度の判定が厳しく一撃必殺的と評される。 また、全空連の協力団体であることから、田村壮大、中津原剛、外、祖その広志をはじめとして、寸止め空手ルールの国対空手道競技に挑戦する、選手も多い。旧連部関係の道場は、連部会という名称の連部会直系の支部、あるいは、各県の防具付け空手道連盟として、連部会に加盟し、それらと全日本小刀流空手道連盟。 富士会や、日本空手道修練会などを防具付け空手に、賛同した諸派による連盟となっている。1999年、秋田生流空手道連部館を中心に、埼玉県防具付け空手道連盟、東京都防具付け空手道連盟などによって発足。国際防具付け空手道選手権大会のほか、オープン戦関東防具付け空手道選手権大会を主催。 組手競技は防具にストロングマン、スーパーセーフの両方が使用可能であり、当初は、連部会回ルールを踏襲し技あり二つで一本勝ちとしていたが、2008年に、技ありに満たない軽い打撃も、有効とし、技有2点、有効1点の4点で勝ちのルールに変更されたため、連部会系の道場、公式空手系の道場からも参加が見られる。 アキラ空手道連部館埼玉県桶川市に所在。1989年に全日本空手道連盟連部会の連部館埼玉支部として発足し、1999年に国際防具付け空手道連盟を設立した際、連部会を脱会の上で流派名をアキラとした。大家塾、民進塾のほか、フランスや中国にも支部を展開している。 連部会館連部ブ館を中心に、連部会から分かれて作られたのが、公式空手である。一撃必殺的な連部会に対し、組手競技は、スーパーセーフを着用した、大撃必ず等的な加点方式を採用している、連名である。公式とは、寸止め空手をナンパとし、それに対する形で名付けられた。 現在は千葉派と久高派に分裂しており、連部関係の道場は千葉派に所属している。日本から手道連部官内藤昭一を二代目、館長、中村則夫を名誉館長として、埼玉県春日部市に所在する道場。全日本公式空手道連盟に加盟し、内藤は道連盟副会長を務め、中村は前会長を務めた。支部に 日本やアメリカで、キックボクサーとして活躍した、羽田正宏を、支部長とするアゲオ道場がある。日本連部官流空手道連誠館2001年に、日本空手道連部館より分家、独立。館長は、第12回全日本、防具付け空手道選手権大会で優勝。全日本公式空手道選手権大会では連覇の、実績を持つ坪山修一である。 日本防具空主導連盟に加盟しているほか、東京連武館主催の連武館流空手道選手権大会に参加。また2009年、日本武道礼報道連盟を発足させた。日本連武館流空手、道座ネ会2013年に日本連武館流空手道東京連武館の理事長であった山脇健吾館長として独立した道場を、 全日本公式空手道連盟、全日本武道霊法道連盟に加盟している。日本から手道神奈川連武館、斉藤塾2003年に、斉藤雄二郎を館長として、日本から手道連武館より分家、独立した道場。全日本公式空手道連盟に加盟している。大会等では、神奈川連武館、斉藤塾、神連館、斉藤塾と表記される。 日本連武官流空手道東京連武館東京都中野区に所在。日本空手道連武館の中野道場であったが、平成22年に抜け関して、日本連武官流空手道東京を連武館として、分家独立。独自に浅草で、連武官流空手道選手権大会を主催するほか、 国際防具付け空手道連盟の大会などにオープン参加。2014年、全日本格と打撃空手道連盟に加盟した。空手道競技として、最初の全国大会として開催された大会。内外タイムス杯として開催され、日本テレビで全国に中継放送される。全日本空手道連盟発足後、申し合わせによる6年間の全国。 大会開催自粛期間の後に開かれるようになった大会。なおその6年間は、連武会は、空手会で最初のアジア大会を開催している。2004年より始まった日本空手道連武会館による公式空手大会。関東地区の公式空手道場からの参加が多く見られる。連武会主催としては、第四回で百五十八年までであった。 全国空手道選手権大会を引き継ぐという名目で2004年の大会で第5回となっている。日本空手道連部館から東京連部館が分家、独立した後に開催されるようになった大会。連部関係の道場としては主催の東京連部館のほか神奈川連部館、斎藤塾、連部館龍連誠館、明星竜カ空手道連部館なども参加している。 極神会館等と同様に、分派、独立とは、互いの思想や考え方の決定的な違いから別の、道を歩むことになった結果生じるものであるので、分裂後の関係は、基本的には、非常に希薄である。しかし全くないわけではなく、交流を活発にしようという動きもある。交流は、以下のようなところで見られる。ありがとうございます。